この問題は引、ね、っかけ問題ではあるので、まあ、選択肢によってはね「ああ惜しかったね」っていうものもありますし、まあ、逆にあの「いやこれは絶対選べないでしょ」っていうふうにまあ <laughs> あの怒られてしまうような選択肢もあるにはある問題なんですね、まあ、先にあの着眼点から見ておきますと、えー、括弧の前と後ろにそれぞれ何があるのかというのを構造の観点から見ていったときに、えー e、conveyed the news to him ここ文章になってますね、えー、彼女が主語コンベイド伝達とか伝えるって意味ですよねで「ザニューズ」が目的語「トゥーヒム」で彼にでしょだから彼、えー彼女は 彼にその知らせを伝えたって意味です「す彼女はそれを聞いた」文章になっています。で文と文を結ぶために必要なのは当然接続詞ですですからここに入るものは何ですかと言われたら絶対に接続詞の働きをする選択肢を入れなければならない。でこの 選択肢の中でじゃあ接続詞の働きをするものはいくつありますかと言われたならば今回の問題の場合は一つだけです。一一つつだけでですすよつねあのえこれ違うんですかというかえこれどっちも同じ意味じゃないですかってやつが見えるかもしれませんもし見えているならばあの本当細かなつづりまでちゃんと確認をしてくださいね。 え答えから言いますと答えは1番の「ザ・インスタント」なんですよ。で「ザ・インスタント」えー「SV」で「S‐V‐ これこれするやいなや」となりますので、まあ、今回の文章であれば彼女が、まあ、この「イット」は「ザ・ニューズ」を指していますから彼女がその知らせを聞くやいなや彼にその知らせを伝えたんですよという文章になります。とといいううのは名詞でで瞬間という意味になりますねで改めてじゃあひっ 引っけ選択肢は何だったのかと言いますと、えー、2番は論外ですこれインスタントとインスタンスいやまあ綴り気をつけてねっていう意味ではここで引っかかるいやでもインスタンスは例事例という意味ですからそもそもあのインスタントと意味がまるで違いますからねじゃなくて意味的にに同じはずなななのに今回ダメな選択肢なんですよ3番いやダイレクトリーは絶対ないでしょう「座」の後ろに何で副詞的なものが来るんですか LY ついてるじゃないですか。 じゃなくてね、4番なんです。モーメントってインスタントと同じで瞬間って意味なんですよ。ですが、モーメンツ、今回複数形になっていたんです。これ実は、ザ・モーメントと単数形になっている場合は、ザ・インスタントと、まあ、ゼ・インスタントと同じ意味になります。ですから、 あのどうせ覚えるのであれば、まあ、ここのインスタントというのをモーメントに変えても同じだよということでセットで覚えておいてほしいと思います。ザ・モーメント S ダッシュ V ダッシュこれも全く同じ意味で S ダッシュ V ダッシュこれこれするや い否やという意味で使えるんですが the moment になった瞬間にこの意味にはならないということです同じことが instance になっても言えますからこういう単数複数の違いというのは確実に押さえておいてくださいね